この動画は、阿甲市西宇根地区で計画されている産業廃棄物最終処分場設置について広く市民の皆様に考えていただくことを目的に制作しましたこの産業廃棄物最終処分場設置計画とはどのようなものなのでしょうか平成30年4月25日 兵庫県の産業廃棄物処理施設の設置にかかる紛争の予防と調整に関する条例に基づき事業者から兵庫県知事宛に事業計画事前協議書が提出されたことを受け兵庫県西播磨県民局長から令和2年6月3日付で赤穂市長に意見紹介がされています民間事業者の事業計画事前協議書では赤穂市西宗 阿佐大山峠南3011番119の山林を中心に、赤穂市と上郡町にまたがる事業面積約19ヘクタール、埋め立て面積約13ヘクタール、埋め立て容量302万立方メートルの管理型産業廃棄物最終処分場を設置するとしています。 標高110メートルから300メートルの中規副産地に位置し、広さは甲子園球場の5個分、埋め立て容量は東京ドームの2.5個分に相当します。最終処分場に持ち込まれる産業廃棄物は、瓦礫き類、木屑、燃え殻、梅人等13種類が予定されており、中にはアスベストや水銀を含むものもあるとされています。 搬入予定量は月間最大18,750トンで、1日あたりトラック75台で搬入するとされています。以上が事業計画事前協議書の概要となります。次に、市がこの場所に産業廃棄物最終処分場を設置することを望ましくないとする考え方について説明します。阿光市は、築沢川から取水した水道水を 市内全域約2万世帯に供給しているほか20以上の世帯及び事業所が井戸水を取水していますまた、畜沢川から離水する農業をはじめ畜沢川河口海域における漁業にとっても畜沢川の水質は貴重な財産であり市民及び農業、漁業をはじめとするすべての産業関係者にとってまさに生命線です 最終処分場からの浸透水は。那賀原川。安室川を経て。最終的に水道水の取水地点の上流で。千種川に流れ込みます。そのため、市民にとって生命線である。千種川の漂流水。および伏流水への悪影響が。懸念されるのです。また。 計画地には希少な植物物や生がが存在している可能性があります排出水の放流先となる筑種川下流の高尾地区には兵庫県版レッドデータブック2020植物・植物群落で A ランクに指定されている河原よもぎ、浜うツボ群落もあることからこれら貴重な植物や生物への悪影響も懸念されます。 さらに、計画地は市街化調整区域にあり、阿光市総合計画における土地利用エリア区分では、自然環境エリアに該当します。自然環境エリアの基本的方向として、災害防止、水資源のストック、大気の浄化など、森林の持つ機能保全に努めるとともに、健康づくりとレクリエーションの場としての活用を促進するとしています。 また、計画地は赤穂市の取水地の上流に位置することから、千種川水系の保全環境と、水源保護の観点からも重要な場所であると考えます。以上のことなどから、産業廃棄物最終処分場を設置することは、市民の財産である自然を毀損し、市民の生命をも脅かす恐れのある計画であり、望ましくないと考えています。阿光市では、 令和2年6月3日付で兵庫県西原県民局長から阿光市長宛にあった意見紹介に対する回答を令和3年6月24日に行いました回答内容についてその全文を阿光市ホームページで公開していますぜひご覧ください阿光市に住む皆様一人一人が今回の設置計画について考えていただきたいと思います